まずスタートですスタートは真船選手からスタートを切りました、7番、5番が前ですね、竹村選手が前を取って、真船選手を迎える形になります東北勢が前ですね、そしてその後ろ、3番ですね、坂本龍馬選手がいますので、平尾選手が上昇してきて、8番、3番、九州勢となりますね、はいそして、あすいません、間違えました。えー まず新田選手です,新田選手ですね新田選手が前を取って9番の菊池選手ですね東北勢が前ですねそしてその後ろ3番、5番、6番ですね5番の飯垣選手が前を取りましたので桐山選手が前に出てきて3番、5番、6番南関東勢です。 そしてその後ろ、7番、2番、太田選手ですね、太田選手に小倉選手、ここは徳島両者ですね、短期の8番の小川選手、そして高久保選手、こちらは後方待機ということですね、このような4分線となります。 まあこのレースのポイントとしてはトップスピードの高い一番の日体大選手そしてもう一人トップスピードの高い太田龍馬選手ですねその両選手を桐山選手3者のラインがどう動かすかというのがポイントが集まりました雪の中根のレースなんですけども、まあ、前を取った日田選手はやはり最近では先行もしますしね先方の幅も広がってきましたのでやはり 新田選手のの走り方というのは、ね、非常にに魅力的になってきましたよね以前は前にとって引いて、まくり一辺倒だったんですけども、最近では多少、えー、からでもかまして先行してしまう、あとは、えー、太田選手にも言えるんですけども、いや各選手、やはり、えー、最近の走り方をよく研究してますのでね、まあ、太田選手も、えー、その各選手の動きというのを、ね、これから研究するのが大事だと思いますね。 新田選手は最近では打損からも先行しますし、あとよく内側もついて走ることも、ねえー、ありますので、その辺もね、えー、やっぱり隙を見せたら、内側もついていきますよというところですよね、残り2周の赤番で、桐、え、山、ー、選手が太田選手の動きに合わせて前に切りました。えー 問題はここから始まりますよね、太田選手は桐山選手の選考がないと思ってますので、なるべく自分のスパート距離を短くしたいので、新、えー、田選手をね、ふたしてるわけなんですけれども、新田選手も最近、内がつくレースをしますので、この辺をやはり一人一人の最近のね、レースの変化というのを研究しておかなければいけませんよね、えー、桐山選手は、えー、うまく3番手、五十嵐選手もうまくサポートしましたよね、3番手に入りました、えー、そして、えー、このまま会長に内側からね、選考。 体制に入って先行する新田選手なんですけども、番手絶好、菊池選手ですね、桐山選手も3番手、このまま4コーナー回ってきてしまうと、新田選手の粘りが強いですよね、まあ、ここは1番、9番、3番というところで決まったわけなんですけども、やはりここは期待していたもう1つのライン、太田選手の出番がなかったというところですよね、やはり油断もしてはいけないですし、相手の研究もしなければいけないので。 やっぱり自分の仕掛けるところで仕掛けていれば、あと小倉選手の、ねえー、信用ですよね、小倉選手がしっかり後ろにいますから、そこは援護してもらって、自分のレースができたら、えー、太田選手をも,もって良かったのかなと思いますので、次回からその辺をを、ね、一人一人の研究をしながら、動きを、ねえー、見極めながら走ってもらいたいですよね。